さあ後半戦です。ガチの一戦。さあ右サイドから中央出て、まずは後ろから。さあこれ間狙えますか。縦を選択。これはブロック、ナイスブロック。当たったかな、当たりましたかね。最後当たりましたね。じゃあサイドからいきましょう。ビビナッシュボール。さあ後ろから広げて右サイド、逆に持ってきます。ここに入る、落とす、広げて真ん中。さあ間を狙いながら、これは繋がらない、惜しい。サイドからいきましょう。さあ黄色、ここから。さあここで前向いて縦預けます。さあ間通して、これはブロック引っかかる。さあビナシャー回収をして、ここから縦預けて左サイド選択、ちょっと短いか、うまく戻す。シュートどうだ、これは打てない、よく戻っていった。さあビナシャーキープをして、足裏通してここで預ける。逆サイはちょっと大きかった、惜しい。キーパーとか出しましょう。ありがとうございます、助っ人。さあここから再開、これは流れる。サイドからいきます。さあすぐ始めます、ユーナスチーム。ここで縦預ける、後ろから。さあ前の動き見ながらドリブル持ち運んで、右サイドはブロック引っかかる。しかしこれをカバーしていたビブナスチーム、ボールを回収。近いところ狙ってるから、うまくヒールでつなげる。さあワンツーもらって、シュートはどうだ、これはブロック、もう一回。さあビブナシがここからやっと反応かな。キーパーボールでいきましょう。さあキーパーから再開です。キーパーからすぐ再開。ここから広げて右サイド。さあビブナシは前から狙ってます。足伸ばして、これ書き出した学校。キーパー次の番号でいきます。キーパー次の番号でいきましょう。ありがとうございます、いきましょう。さあここから右サイド、あキーパー大丈夫。さあこれカット、シュートあっと決まらない、ワンタッチあったかな。はい、ナイスブロック、キーパーがしっかり書き出しました。さあコーナーからいきます、右足長いボール逆サイド、これは上だ、このボールは上でした、惜しい。さあ近いところ使います。黄色は長いボールここに入って、うまくターン。さあ中を送って、さあタイミングを見ながらまずボールをキープ、後ろを預けて、ここから縦預ける。さあクロス待ちたい、クロス送りますが、これはブロック引っかかる、長い足、これをキープをした。さあ回収したのは右足、右サイド預けて、ここから間通して左受け取って、ヒーラー短いか、これは黄色回収。しかしボールはどっちだ、黄色にボールになる。さあうまく回収をして、これボールをキープせんと、キーパー使います。キーパーから長いボール繋がるか、ちょっと大きいか、惜しい。さあラスト3分、ラスト3分、依然スコアレスドロー。持ち運んで中央左サイド、ちょっと短いか、これをしっかりキープ、うまく動かしてヒールで広げます。さあここからドリブル仕掛け、あ大丈夫、スリップ、これはスリップ。サイドからいきましょう。はい、では繋がらない。黄色はここでキープをして、前線いるんでうまくエスケープしたい。ボールを引いて動かして、これはブロック、キーパーからいきます。さあキーパーから再開、近いところ使います。さあ受け取ってボールを引いてキープ、後ろからこれを右サイド浮かせて預ける。クロス送りますが、これはブロック持ってた、もう一回ブロック、ナイスカット、流してサイドからいきます。近いところ後ろ広げる、左寄ってくる、これはうまく書き出せるか、これはなんとかビブナシがボールキープする。しかし戻ってきた、黄色に引っかかる。さあ細かいところになりますが、左に広げます。さあタイミングを見ながら、まずは後ろ広げる、右サイド。さあスペースがあるんで仕掛けたい、真ん中預けて、これを左サイド送る。さあディフェンス寄ってるんで、もう一回やり直し、左サイドダイレ、ここからクロス送りで、クロス送るから、これはブロック、もう一回書き出したい。さあタイミング見て、間浮き球、これが長いか。キーパー次の番号でいきます。先にキーパー次の番号でいきますよ。いきましょう、同じかな、いきましょう。さあ残りは1分半。さあなかなか点が決まらないガチの1戦目。さあここからシュート選択、これはキーパーが書き出しました、ナイスだよ。コーナーからいきます。さあコーナーから中入ってきたところ使う。さあうまく預けたい、ディフェンスが寄ってくる、出ましたね、サイドから言いますよ、これは出ました。はい、行きましょう。さあ残り1分ちょっと、近いところ預けます。長いボール入るかな、これはキーパーに流れます。キーパーからすぐに右サイド、ここから前持ってきたい。さあこれはどうだ、これはブロック、ナイスブロック、足出しました。サイドから行きましょう。さあ残り1分切りました、真ん中使う、狙ってるが、うまく取った、うまく取った、浮かせますが、これは黄色回収、シュートは上だ、惜しい。
これは豪快に行きましたがシュートは上でした。惜しい。さあここから再開、近いところ使います。右サイド預けて収まらない。惜しい。黄色からいきましょう。残り30秒ほど、残り30秒。さあ黄色真ん中預けて動かして、これはディフェンス3枚いますんで右サイド縦うまく入れた。さあちょっと足に収まらないか、しっかりキープして、これはブロックあってうまく抜けていきたいが体しっかり入れました。これはどうだ、体、あ大丈夫、一回止めましょうか、一回止めましょうか、一回止めます。大丈夫ですか、お互い大丈夫、あざす。黄色終わるからいきましょう、あざす、いきましょう。左サイド狙ってました、見ましょう。さあこっから預けてシュート、やっと左で惜しい。これは枠の外。さあこれは狙ってました、ビビシ。残り時間あとわずか、行きましょう。さあ縦預けて狙ってます、サイドから行きましょう。ラストワンプレー、ラストワンプレーでいきます、ラストワンプレーでいきますよ、ラストワンプレー。さあ左サイドからこれ1点決めて終わりたい両チーム、スコアレスドロー。さあ1点決めて終わりたい、ラストワンプレー。さあ中央ドリブル入ってきます、これは右サイド預ける。さあここからシュートどうだ、これは右サイド、後ろから。さあガチの2戦目です、後半戦ガチの2戦目いきましょう。縦預けてこれ左サイドはちょっと合わない、黄色のサイドから再開、中央使います。左サイドうまくダイレクトで落として真ん中使って狙ってました、ナイスカット。サイドからいきましょう。さあここからいきましょう、サイドから再開、近いところ。さあ前へ持っていきたいのは黄色チーム、台入れで落として作りたい。長いボールはビビドシ引っかかる。さあこれをポストにうまく当てて引き取ってスルーパスはキーパーキャッチ、危ない危ない。これはワンタッチコース変えれば1点でした、惜しい。さあ黄色はこっから引き取って中央を当てて、さあボールキープ、これはブロック引っかかる、これはキーパー対応、よっとブロックをもう一回、キーパーからいきましょう。さあ前から狙ってるのはビブナシチームです。うまくかいくぐって中央から左サイドスペースがあります、勝負したい。うまくボールを止めてシュートはサイネット、惜しい。これはサイネットでした。キーパーから行きましょう。さあキーパーから再開、これ真ん中使います。さあディフェンス寄ってくるんでうまくスルーパス繋げた。さあシュートどうだ、決まった、ナイスゴール、ナイスゴール、ナイスゴールです。真ん中から行きましょう。これはうまくポストからスルーパス当てていきました、再開。さあ1点先制はビムナシチーム、黄色は1点返していきたいところ。さあまだまだ時間は立ち上がり1分半。さあ左サイド預けてスペースがあります。さあここからシュート選択、これはキーパーがタッチしてコーナーに逃れました。さあコーナーから行きましょう。コーナーからこのチャンスをものにしたい、近いところ預けて戻します。間は抜けない、足元タフになりますがこれはビブなしに流れる。さあ左サイドうまくつながる、ダイレクトで送る。さあゴール前どうだ、これはキーパー対応、もう一回、これもブロック、ナイスキーパーです。これはキーパーがしっかり弾き出した格好、サイドからいきます。さあすぐに再開、ビブなしチーム。さあここからディフェンスいるんでうまく動かして縦当てますが、これは相手当ててサイドからもう一回。さあここからやめる、タイミング見て後ろから広げる、左ディフェンスが2枚ついてるんでうまくエスケープしたい。これを出しますが黄色は回収。さあドリブル勝負、1人で行ってうまく止めてシュートを打てるか、シュートはブロック、残ってる残ってる残ってるよ、残ってる、預けてシュート、これもキーパー。さあキーパーが弾いたボール前持ってきたい。さあここから受け取ってうまくコース変えて縦を送りますがブロック引っかかる、もう1回、中はブロック引っかかる、もう1回、これをまた抜きます。さあなかなかシュートまではいけない、右サイドは流れる。キーパー次の番号でいきましょう、キーパー次の番号でお願いします。キーパー次の番号、ビムナシキーパー大丈夫、ビムナシキーパー大丈夫、5番目、OK いきましょう。黄色もキーパー大丈夫かないきますよ。さあ早い展開になっております。さあいきましょう、黄色チーム右サイド中央引き取って左へ広げます。間入ってきますがこれはビブナシが2枚でうまくブロックした格好。さあ後ろからタイミング見て左へ入る、これは黄色がうまく回収をしてタイミングを遅らせながら縦戻しますが、これは黄色ポストをしてうまく引き取ります。さあもう一回攻撃、左右サイド逆サイドに持ってきたいがこれは近いところ預けます。さあうまくコースを切ってますビブナシチーム。さあ高い位置から取り切りたいがうまく間を通されて、これはビブナシがキーパー出てきて対応、キーパーシュート狙いますがこれはキーパーキャッチです、これはキーパーキャッチ。さあキーパーから右サイド縦預けます。
ドリブルはブロック。キーパー次の番号でいきましょう。先にキーパー次の番号でいきます。キーパー次の番号でいきましょう。よし、大丈夫、最初からいきますよ。いきますよ。さあ残りは2分です。残りは2分、いきましょう。狙ってますが黄色にうまく通る。さあ後ろから引き取って広げる左サイド、1点返したい。またいでかわしに行きますがしっかりディフェンスついてました。浮き球も選択、これはオーバーヘッド狙いましたが先にヘディングでカット、大丈夫、首、はい、さあここから再開、落とす、うまくちゃん体を入れて間通しますがこれはビブ出しが待っていました。さあ右サイドへ丁寧なパス、足元入るがシュートはサイド、これは枠の外です。惜しい惜しい。さあキーパーから再開。さあ後ろから右サイド狙ってますがキーパーをして左縦入れます。引き取って一旦後ろ、間はブロック、残りは1分ちょっと、中央から、さあ1点返したい、狙ってます、これはブロック、大丈夫、 OK、 コーナーから行きましょう。さあコーナーから再開です。このチャンスものにしたい黄色チーム、残りは1分切ってます。さあ逆サイド通る、トラップ、さあ一旦落としてもう一回立て、さあクロス持ちますがこれはキーはブロック。さあここからカウンターしたいビブチーム、長いスライドのドリブルで右サイドボール預けて、これは寄ってきた、ナイス対応ディフェンダー。さあすぐ始めるがちょっと合わなかった。さあこれをサイドから黄色いきましょう。さあすぐにリサーチをしたい、逆サイドつながらない。さあしかしこぼれを黄色回収。さあ勝負仕掛けますがこれは取られた取られた。さあ見ました、やっと枠の外、これはキーパーと1対1決めきれず枠の外。さあキーパーから行きましょう。さあしかし1点リードは微妙なチームです。なんとしても点が欲しいのは黄色チーム。さあうまく、あ大丈夫、一回止めましょうか、一回止めましょう、一回止めますよ、大丈夫、足当たった、大丈夫、微妙なボールから行きましょう、行きましょう、では行きます。さあ残った足が当たってしまったようでファールから取って始めます。さあここから始めてます。さあ左からうまくファール、パス出してシュートブロック、キーパーかき出してサイドから行きましょう。残り時間あとわずかです、残り時間あとわずか。さあ近いところからボールをもらって中入れます。さあっと止まらないか、これは収まらずに黄色が回収をして、さあカウンター仕掛けたい、しっかり体を当てて対応。さあ三好は高い位置から取り切ってボールを動かしながらこのまたいで後ろ、さあ真ん中使って浮き球選択、これは合わない。キーパーからラストワンブレでいきます、キーパーからラストワンブレでいきます。さあ長いボールしてこれはヘディングでカット。さあラストワンプレーですよ、ラストワンプレー。さあ縦ドリブル勝負、これはつながらない。さあガチの3戦目いきましょう。左へ広げる、後ろから右サイド、中入ってくるところ使いますがこぼれはこれはかき出した格好、サイドからいきましょう、ビマシボール。こっから近いところ、さあプレッシャーがありますがしっかりキープをして後ろからうまく動かす、これは狙われていました、シュートはブロック、ナイスブロック、はい、広げます、真ん中、左サイド、右サイド、これを広げて後ろから真ん中使って縦預ける、右サイドは通らない、ヒールもブロック、もう一回切れていきましょう、サイドから。さあ切るはここから再開。さあ中央ドリブルしてってまたうまく抜いてヒール、うまい、どうだ、シュートは決まらない、これはうまく当てましたがシュートは決まらなかった。さあビブナシはここからかき出していきたい、ヒールはつながる、さあ残した残した。さあここからもう一回作り直し、当てます、ちょっと大きいか、しっかりと当ててワンツー狙いますがこれは黄色のブロックに引っかかる。さあこれをうまく足伸ばしますがかき出して、これは黄色のコーナーからいきましょう。これを引き取ってライン上残ってるよ、後ろから預けます。さあ縦もう一回ワンツーもらって、さあディフェンス囲まれてるんで後ろからやり直し、さあドリブルしていって左サイド預ける、さあクロスを待ちたい、これはブロック引っかかる、もう一回こぼれ球、シュートは打たない、ここで切り込んで、ここでシュート、さあこれもかき出したのはビームシー、さあ狙ってますがブロック当てて黄色取り切った、シュートはサイド惜しい。さあキーパーから再開、預けます、真ん中狙ってるんで V ターンで持ってきます、左サイド右サイド
間通して左ここ寄ってくるんで前狙いますか。ブロックキーパー次の番号でいきます。先にキーパー次の番号でサイドから行きましょう。では行きますよ。間はどうだ、狙ってるぞ。これはビビなしに渡ります。さあ激しい攻防がありましたが未だに0対0。さあうまく抜けてってクロス送りますがこれはちょっと合わずにサイドから黄色ボール。さあここから長いボール狙ってます。うまく収まるぞ、収まった。シュートは出ないか、キーパー出てきた太陽。ナイスキーパー、ナイスキーパー。コーナーから行きましょう。さあここから近いところ使います。真ん中使ってさあディフェンス寄ってくるんで預けたい。預けて広げます。さあディフェンス寄ってるんでもう一回左から、縦は収まった。さあうまくボディフェンドで前抜いてきますがしっかりディフェンスついていた。ナイスディフェンス対応。さあコーナーから行きましょう。残りは3分、中にてシュート決まった。ナイスゴール、ナイスゴール。真ん中に行きましょう。これは隙を見逃せませんでした。ナイスゴール。さあ行きますよ。さあここで1点先制黄色チーム。見ましょう。ここからうまく動かして左サイド、もう一回後ろから持ち直って縦入れてシュートは出ないか。これはフィニッシュまではいけず惜しい。黄色は近いところから前持ってってやめて縦、これはブロックあってもう一回黄色から真ん中使います。さあ逆サイド走り出します。左サイドもらえます。ここから真ん中使ってうまくかわして縦預けてワンツー決めた。ナイスゴール、ナイスゴール。真ん中でいきましょう。これはうまい連携で1点取っていきました。2対0。ではいきましょう。さあ後ろから縦入れます。真ん中使って動かして浮き球どうだ、これはキーパーファンブルサイドがあります。先にキーパーチェンジいきましょう。先にキーパーチェンジいきます。キーパー入ってからいきますよ。キーパー入ってから、キーパー入ったね。 OK、 ではいきますよ。さあうまくかわしてシュート決まった。ナイスゴール、ナイスゴール。真ん中にいきましょう。これは綺麗にコースかわして1点返していきました。ではいきましょう。残りは1分半、2対1かな、2対1と一歩追いつきました。さあキロはここから右サイド広げます。縦預けて折り返し、さあゴール前シュートはブロック、ナイスキーパー。さあディフェンスはここからかき出したい。さあディフェンスがちょっかい出しますがうまくつなげたい。さあうまく間を通してここで前を向きます。さあここから左シュートか、シュートはキーパー対応。さあこれをキロ預けてうまい、うまいターンで前向きます。さあしかしちょっかい出しました、しかしこぼれは黄色チーム。さあうまく引き取って黄色がこっから丁寧に右にバシッと出します。さあクロス送ってシュートどうだ、打てるか、打った、ナイスゴール、ナイスゴール。よく収めました、ナイスゴール。さあ行きましょう。では行きましょう。では行きます。さあここから再開。さあ残り30秒ほど、左サイド間通して長い足収める。さあうまくここで引き取って左サイド、これはブロックした格好を押さえてから見ましょう。さあ残り30秒ほど、近いところうまく引き取って広げたい左サイド。さあここから、さあ後ろから狙いたい、まずは縦に当て預ける。さあここから右サイド広げてうまく抜けていってシュートはブロック。さあ黄色はここからかき出したい、当てて前向いてうまくタイミング外してシュートはブロック、もう一回。さあビブなしがかき出して前持ってきたい。さあここに預ける、残り時間あとわずか。さあビブなしはドリブル選択、さあ前運んでいきます。さあクロスを待ちます。さあしっかりトラップして、中はどうだ、これはうまくカバーをしました。ビブなしどうだ、黄色がかき出すか、これはビブなしがカバーしてました。さあこっから縦預けてうまく右中送りたい、入ったかわしてシュートは、これは右サイド欲しい。ラストワンプレーでいきましょう。ラストワンプレー、ラストワンプレーでいきます。ラストワンプレー、左サイド縦預ける。さあ縦勝負していってシュート決まった、ナイスゴール。では本日もコサルのボニタにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。では本日の MVP 発表していきたいと思います。今日はですね、体を張ったスライディングブロックだったり、キーパー出てきたところのループシュート見事なと思ったんですが、今日は若者の中で一番笑顔でサポートをしてくれていたあなたにしたいと思います。若者の中で何かしたこと言ってみますか。大丈夫です。はい。